エイリヒユリウス・エーベルハルト・フォン・デムバッハ・ゼレウスキーは、ドイツの軍人、政治家。親衛隊の将軍で、最終階級は、親衛隊大将、警察大将及び、武装親衛隊大将。ポンメルンのラウエンブルクに生まれる。署名は、エイリヒユリウス・エーベルハルト・フォン・ゼレウスキーだった。父は、ユンカーの夫やン・ユゼファット・フォン・ゼレウスキー。 母はその妻エルジュビエタ・エイベリーナ。ドイツ化したポーランド系貴族の一族であった。1930年代後半に苗字にデム・バッハを加え、エイリヒ・ユリウス・エーベルハルト・フォンデム・バッハ・ツェレウスキーとなった。しかし1940年には、ツェレウスキーの名前はポーランド人的であるとして、これを除き、正式名をエイリヒ・ユリウス・エーベルハルト・フォンデム・バッハとした。 しかし戦後亡くなった、サイの墓には、エイリヒ・ユリウス・エーベルハルト・ホンデム・バッハ・ツレウスキーの名前で眠っている。貴族の家柄であったが、父の農場経営はうまくいっていなかったので、若き日のエイリヒは貧困の中で育った。しかも1911年に幼くして、父を失っている。ギムナジウムに通っていたイに第一次世界大戦が始まった。 1914年11月に、プロイセン王国陸軍に入隊。大戦中に勝尉に昇進し、一級鉄十字章及び二級鉄十字章を受賞した。ドイツ敗戦後、ドイツ義勇軍、シレジア国境守備隊に、部隊指揮官として参加し、シレジア放棄の鎮圧戦に参加した。戦後のバイマル共和国軍にも残留し、 ポンメルンの不評連帯に配属されていたが国家社会主義ドイツ労働者党と連携関係にあったドイツ民族自由党に所属していたバッハツレウスキーはミュンヘン一揆の関与を疑われて1924年に軍を追われているその後は土地の鑑定士や土地管理の仕事をしていた1930年ナチ党に入党した 1931年2月15日には、親衛隊に入隊。東プロイセンの親衛隊リーダーとなった。この際にアントン・フォン・ホーベルク・ブーダン尺が彼に、副官として付けられたが、アントンとは、ソりが合わず、結局アントンを、親衛隊から追放した。1932年8月30日の、国会議員選挙において、第5区から、 ナチ党候補として出馬して当選した。国会議員の地位は、第二次世界大戦のドイツの敗戦による国会の消滅まで保持した。1933年の終わりには、新英隊少将,将に昇進している。1934年の長いナイフの夜の際には、彼も突撃隊に対する粛清に参加し、かつて自らの副官だったアントンを殺害している。 1936年には、シレジアの親衛隊の責任者となる。1937年に、親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーが、高級親衛隊及び警察指導者の職を新設すると、シレジアの親衛隊及び警察高級指導者となっている。彼の最低重の命令によって、同地のおよそ2万世帯が家を追われた。 1943年、ミンスクで、車上で到礼する人物が、バッハ・セレウスキー。独ソ戦初戦のバルバロッサ作戦が始まった1941年6月22日、中央軍集団の占領地域の親衛隊及び、警察高級指導者となる。パルチザンと断定した人々を続々と処刑した。並行して、ユダヤ人虐殺も行った。 ドイツ軍のモスクワ占領後には、モスクワの親衛隊及び、警察高級指導者に任命される予定であったが、ドイツ軍が、モスクワ攻略に失敗したため、実現しなかった。気の弱かった、バッハツェレウスキーは繰り返される、殺戮の毎日にいよいよ、ノイローゼとなった。ユダヤ人らの銃殺にあたるアインザッツグルッペンも、精神的に疲弊しており、前線を視察した、 ヒムラーも気分が悪くしていたことを回想している。セレウスキーはヒムラーに、彼らはもはや生きがいをなくしています。今後、どんな連中を訓練したらいいのですか精神病者ですか野蛮人ですかと話すほどだった。1942年2月には入院し、同年7月に退院して職務に復帰した。 1943年7月には、パルチザン討伐部隊の指揮官となり、リガでの3万5千人の民間人虐殺、ベラルーシと東、ポーランドでの2万人の民間人虐殺を行った。1944年初めには、コ戸ベリ地方の前線で指揮をとっていたが、3月には治療のためドイツへ戻った。1944年8月には、 ワルシャワ放棄の鎮圧部隊の葬式を取った。彼の指揮の下20万人の市民と人数未詳の捕虜が殺害されたと見られている。2ヶ月に及ぶ鎮圧戦の末、ドイツ軍は町を再び支配下に置いた。この功績で1944年9月30日に騎士鉄十字章を受章している。1945年1月26日には、 SS 第十軍団の指揮官に任命されるが、この書類上の存在に過ぎない部隊は、2週間足らずのうちに解散された。ドイツの敗戦後、しばらく故郷に身を隠していたが、1945年8月にアメリカ軍に見つけ出されて逮捕された。ニュルンベルク裁判に証人として出され、ここで大虐殺の事実を認めて、 同裁判の被告人たちに不利になる証言を行った。バッハ・チェレウスキーが、この証言を行った際に、被告席のヘルマン・ゲーリングから、恥知らず、ヘドが出そうな豚、お前が一番最悪の人殺しだったくせに、その汚れた命を守るために魂を売り渡すがいい、などと激しい罵倒を受けた。実際、バッハ・チェレウスキーは、 このニュルンベルク裁判での証言により、アメリカやイギリスの高評価を得、ポーランドやソ連への引き渡しを免れている。1949年に釈放された。1951年にバッハツェレウスキーは、ゲーリングの自殺を助けたのが自分だと主張し出した。しかしほとんどの歴史家からは、バッハツェレウスキーのこの主張は虚言であろうと言われている。ゲーリングの自殺は、 アメリカ人監視の助けによるものという説が一般的である。1951年に西ドイツ政府から強制収容所での殺人行為で10年の投獄の判決を受けた。さらに長いナイフの夜の際のアントンの殺害や1930年代の共産主義者の殺害など小規模の殺人行為についての密みに問われて追加の投獄判決を受けた。 もっと大規模だった第二次世界大戦中のパルチザンガリアユダヤ人の虐殺などについては全く裁かれなかった。1972年にミュンヘン刑務所の中で死去している。身長は182センチメートルだった。信仰はプロテスタントであったが、親衛大気の方針に従ってキリスト教会を離れている。親衛隊階級軍階級警察階級英語版の 参考文献。マーク・シー・ユア・ジャー・チョ、アルゲマイネ・スエス十四ページ、マイケル・ディ・ミラー・チョ、リーダーズ・オブ・ザ・エス・エス・ジャーマン・ポリス、ボリューム・アイ十六ページ、AB ミ・ミラー二千六 P 三十七、ミラー二千六 P 三十六、ミラー二千六 P 三十八、ロ・ジャーマン・ベルチョ、渡辺・おさむ役、ゲシュタポ・恐怖の秘密警察とナチ死に得た136ページ、 グイドクノップチョ、高木霊役、ヒトラーの共犯者上85ページ。ISBN 978から45億6203万4178ガード、ゲイブ・ゴーアリング・スーサイドピル、BBC ニュース、フェブラリー8、2005、ハンバーガー・アベンド・ブラッド4のオーガスト1962、A.B. ミラー2006、P49。ありがとうございます。